この国はその長い歴史の中で幾度かの強烈な経験に見舞われた。私は刑事としてその一つに確かに立ち会った。それは人間というものを腐った蜜のように甘やかに深く犯したバブルという時代。1990年代の初め、金が唯一の価値となったその時代はあっという間に弾け、よるべを失った人々が虚空をつかみもがき始めた頃、私は彼女に出会ったのだった。なあ、サトル。カレーライスばっかりで飽きないか。飽きない。でも、ハンバーグとか、焼きそばとか、魚も食べないと。カルシウム大事だぞ。お母さん、カレーが好きって言ってた。お母さんいいから。なんでいいの？
そうだな、いいことないな。オッケー。今日何してた？お父さんがリハビリ行ってる間。友達とボケの世話。前にも言っただろう。ここでは犬は飼えないし、公園でも飼っちゃダメなんだ。これはルールだ。発端はこの一本の電話からだった。はい、本間です。ああ、和也君、どうした？珍しいな。今夜銀行が忙しくて、その節はおばさんの杖にも葬式にも参列できなくてすいませんでした。いや、千鶴子もそこのところは了解してるよ。なんといっても自慢の、なんていうのかな、いとこの子供って。実は結婚することになったんです。名前は関根翔子です。同い年の28歳で、うちの銀行と取引のある事務機販売会社の事務員です。消えちまったんです。付き合って1年と4ヶ月でした。プロポーズして OK もらって、こないだ一緒に新居を見て回った帰りにデパートで買い物をしました。その時翔子にクレジットカードを作らせたんです。そしたら。おお、久しぶり。なんだ、どうした？ブラックリスト？カード会社に出向してる同期からでした。証拠のカードは作れない。証拠はブラックリストに載っている。5年前に自己破産してるって。自己破産？債権者30人、負債総額1000万円。5年前、翔子の自己破産を担当した弁護士が債権者に出した文書です。すぐに翔子を問い詰めました。驚いたし、初耳だったし。気持ちはわかるよ。それで翔子さんは真っ青になって、事情を話すから少し時間をちょうだいって。でもそれきり連絡が取れなくなってしまって。それはいつのこと？1週間前です。勤め先は？俺が証拠を問い詰めた次の日にもう退職していて。実家は？親兄弟のいない天涯孤独な女です。警察には言えません。ここだけの話、今銀行は大変なんです。不良債権が膨らんでて、このまま行けば倒産。倒産って、まさか銀行が？しますよ。このまま行けばします。
そんな時に婚約者が自己破産してて、しかも失踪、上に知られたら俺、下手したら首切られます。だから本間さん、証拠を探していただけないですか。刑事としてじゃなく親戚として。この通りです。和也君、助けてください。お願いします。和也君、頭上げて。証拠が心配なんです。ほら、ど自分でリハビリ中のガタの来てるデカだ。あんまり期待しないでくれよ。はい、ありがとうございます。なぜ引き受けたのだろう。予感のようなものがあったのかもしれない。警視庁捜査一課って、あ、刑事さんですか。正確には怪我で休職中です。あ、そう、どうぞどうぞ。ああ、関根祥子さん探しを女房のいとこの子供から頼まれてこちらに。奥さんのいとこの、子供って言うと、はとこだっけ、みっちゃん。そう、調べてみます。あ、どうぞどうぞ。関根祥子さんの退職の理由はなんと、一身上の都合、もう電話でいきなり辞めさせてほしいと。うん、私もね、心配してました。それがね、失踪とはね、失踪ですよね、これね。まだ断定はできません。関根さん探しの手がかり、いや、糸口何かないでしょうか。うちには、あ、履歴書ぐらいしか。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、ほいほいほいと。いとこの子供、ハトコじゃないみたいですよ、社長。じゃあまたいとこか。またいとことはとこって同じみたいです。うん、本当？それじゃああれだ、大いとこ、いとこっ子、調べてみます。はいはいはい。あ、超えた超えた。はいはい、どうぞ。ありがとうございます。1964年9月14日生まれ、はい、栃木県宇都宮市出身。うちにはね、2年前の1990年4月入社で、その前の職歴っていうのはこれですね、三好リース機器さん、それと、株式会社石井さん、それと、有吉公認会計事務所さんの3つで。移してもよろしいですか。もうどうぞどうぞ。関根さん、親しくされていた友人か誰かいませんでしたか。さあ、いやでもね、見ての通りの美人ですしね。もうこれモデル並みに背が高くてね、スタイルも良かったな。あ、でもね、派手な子じゃなかったんですよ。そうですか。もう今時珍しいね、地味で無口で控えめないい事務員でした。ほら、あのデスコで、こう台の上で、こうセンスとこうお股がおっぴろげてこう踊ってるようなこう女の子っているじゃないですか。こう、あれとはもう全然大違い。社長、奥さんのいとこの子供、大いとこでもいとこっ子でもないみたいです。すいませんね、余計な調べ物させて。好きなんです、調べるの。はい、104
番号案内です。渋谷区道玄坂三好リース機器、番号お願いします。お待ちください。そのご住所に三好リース機器というご登録はございませんが。では千代田区三崎町の株式会社に石井は。お待ちください。そのご住所に株式会社石井というご登録はございませんが。ない。二つともですか。はい、ございません。港区虎ノ門に有吉公認会計事務所はありますか。ございません。失踪した関根翔子の履歴書はデタラメだった。5年前溝口先生が関根翔子さんの債権者に送った自己破産の文書に間違いないですか。え、そうです。私が出しました。何か問題でも。これは捜査ではなく、あくまでも個人的な人探しなんですが。ざっくばらんでいきましょうよ、刑事さん。ええ、関根翔子さん、あの子のことはよく覚えてますよ。なんていうか憎めない愛嬌がありましたから。愛嬌。髪や爪を赤く染めて舌足らずな物言いでしたが、あれは根が純朴な子です。あの小さい体で世間の冷たい風に立ち向かっていました。小さな体。どうかしましたか。念のためにお伺いしますが、関根翔子さんというのはこの女性ですね。誰ですかこれ。これは関根翔子さんじゃない。会ったこともない。あなた別の人の話してる。彼女は関根翔子ではなかった。聞けば聞くほど妙な話だ。先生は関根翔子さんに、いや本物の関根さんに5年前に会われたんですよね。そうです。あ、彼女の最初の勤め先が江戸川区火災通商ですね。江戸川区火災通商。ええ、もともとはクレジットカードの無理なゲップです。この頃はスマートにローンというらしいが、そのローンが滞ってサラ金で穴埋め、その返済が間に合わずまた別のサラ金で借りる、また借りる、また借りる、あっという間にサラ金地獄だ。そして会社を辞めて水商売。しかしあなた今の若い娘に1000万円の借金なんてそうそう返せるわけがない。それでうちに相談に見えて、私が自己破産の手続きをしました。それが5年前です。その後の関根さんの消息は。あ、ただね、2年前の正月過ぎに、また事務所に現れました。何でも田舎のお母さんが亡くなって200万円の保険金が下りた。自己破産した人間がそんな大金をもらっていいのかって相談に。本当に真面目ないい子だと思った。その場合もらえるんですか。もちろんです。それともあれですか、自己破産した人間にそんな資格はないとでも。いえ、まあ確かに借金は自己責任ですよ。でもね、クレジット、キャッシング、こいつが借金だという実感が
若い子たちにはないんですよ。金融の教育を受けていない。それなのに何枚も何枚もカードを持たされてお好きにおやんなさいって、これじゃあ運転免許の講習も受けさせないで車持たせるのと同じだ。あちこちで事故が起きる。これでも自己責任ですか？あ、これはシャレじゃないですよ。立ちの悪い銀行、審判会社、サラ金、その悪徳業者が次々と彼らの未来をしゃぶってんですよ。消えた彼女が関根祥子でないなら、本物の関根祥子は今どうしているのか。予感はザラザラした嫌な手触りに変わっていた。関根祥子？そんな名前思い出したくもないわ。夜逃げしちゃったね、あの子。もう大迷惑だったよ。夜逃げというのはいつですか？お宅誰？関根さんとどういう関係？失礼しました。本間と申します。これは捜査ではなく個人的な人探しなんですが。警視庁刑事部捜査第一課。警察手帳は？今は休職中で会社の、いえ、警視庁に。警察手帳持ってない刑事なんてそんなドラマにも出てこないわよ。待ってて、電話してみる。あの、個人的な人探しですので。分かってるわよ。関根さんが夜逃げをしたのは2年前の3月17日日付はさっき家計簿で確認したから間違いないですよ。よっしゃ、さあ調べてちょうだい刑事さん。関根さんの家財道具はこっちで一応処分したけど、これが処分しきれなかった分、大したもん入ってませんけど。関根さんの勤め先にはご連絡しましたか？新橋のスナックラハイナ。もちろんよ。ママも困ってたわ。あの子店からも消えちゃってたの。給料も受け取らずに。この子よ、この赤い髪の子、関根祥子。彼女が本物の。何の本物？あ、いえ、この番号ならここにかかったんですよ。え？夜逃げされて困ったから私もこの番号にかけてみたの。ローズレイン。パンティーとかブラジャーとか下着のカタログ販売の会社。水商売だもの、派手な下着はご入り用だったんでしょ。タンスの中に赤面するようなのがそれいっぱい残ってたから。霊園、これはどういう。知らないわよ。刑事さん。はい。何の事件よ。誰にも言わないから教えなさいよ。ああ、まだ事件というわけでは。あ、この近辺でこんな女性見かけませんでしたか？あら、綺麗な人見たことないけど、どなた？私にもそれがわからないんです。は？リハビリやりすぎたみたいだ。あ、和也君、今日仕事が終わったら彼女の部屋見せてもらえないかな。
鍵、合鍵持ってたよね。うん、うん、いろいろね。あったら説明するよ。うん、じゃあ後でね。またどっか行くの？うん、晩ご飯の後にちょっとな。お仕事？お仕事じゃないけど、一人で留守番できるよな、サトル。そうやってすぐに下を向くの、あんまりいい癖じゃないぞ。はい、本間です。川口組んだりで何の悪さだよ、ポンちゃん。怒りか、何の用だ。現役刑事が一般市民から身元紹介されたんだ。相棒としては事情聴取ぐらいしとかんとな。枝豆にビール付きで聴取に応じる気はねえか。弁護士呼んでくれ。単なる人探しだ。会社に迷惑はかけない。人探し？誰を探してる？それがわからない。あ？カレー煮込んでるんだ。切るぞ。はい、ちょっと待てよ。警視庁で俺の次に切れ者のポンちゃんがわからねえとは面白い。頭の整理に話してみろや。それともこれから押しかけてやろうか。よしてくれ。絶対に来るなよ。いいな。名前は関根翔子、年齢28歳、江戸川区の火災通商に勤めていた。借金から水商売に入りサラ金地獄。5年前には自己破産をしてる。小柄で赤い髪の女。なんだよ、結構分かってんじゃねえか。自己破産後の足取りは？はっきりしないが、2年前は新橋のスナックラハイナでホステスをしてた。川口市の善良なおばちゃんからお前が身元紹介された理由は？おばちゃんは関根翔子が住んでたアパートの大家だ。2年前の3月17日、関根翔子はアパートから夜逃げ、スナックラハイナの給料も受け取らずに消えてる。お、消えたか。同年4月、新宿の事務機販売会社に就職。なんだ、消えてねえじゃねえか。赤い髪のホステス風の女が無口で知的な美人に変貌した。変貌？人は変わるぜ、若い女なら特に。小柄な女がモデル並みの長身に変わるか。2年間事務機販売会社に勤めたが、1週間前自己破産が婚約者にバレると、翌日には会社を退職。杉並区方南町の現住所からも消えた。その女生きてんのか？どっちの女だ？分かった、聞くなよ。赤い髪の方、本物の関根翔子だ。分からん、今のところは。仕方ねえな、内職してやるよ。おいおい、会社に迷惑はかけない。第一、そんな暇あるのか。見送りはいいぜ、俺とポンちゃんの仲だ。何のために彼女を探しているのと聞かれた気がした。刑事を辞める。
半年前に妻を亡くし、3ヶ月前に足を打ち抜かれた時決めたはずだった。なのに。ないな。え？生活臭というか、物が増えるのを嫌がってるような。ガソリンですよ。それで拭くと換気扇の汚れがきれいに落ちるからって。翔子はきれい好きなんです。この写真全部残ってる。なんでこんな大切なもの残してんだよ。妙だな。え？これは野球場の照明灯だ。ほらここ、ライトが家の方向いてる。つまり照明灯が野球場の外を向いてるんだ。こんな野球場なんてあるかな。だから何なんですか。彼女がこの写真を君に見せたことは？ないです。彼女はなぜこの写真をずっと持っていたんだと思う？本間さん、さっきからどうして翔子のことを彼女って言うんですか？今夜まだ一度も名前を呼んでない。本間さん、分かったことを教えてください。野球場の署名塔なんか俺にはどうでもいいことです。俺が君の関根翔子さんだ。今さら何を言ってるんですか。だが彼女は本当は関根翔子じゃない。本当の関根翔子さんは5年前に自己破産をしてた。彼女はそれを知らなかったんだ。だから慌てて姿を消した。彼女は関根翔子に成り代わっていたんだ。彼女の本当の名前はわからない。証拠だった女を探すのは無意味です。これまでの経費です。これで足りますよね。和也君、結婚まで考えた相手だろう。彼女が何者でどこにいるのか知りたくはないの？忘れます。冗談じゃねえよ。彼女は名前を捨て恋人を捨てた。恋人も彼女を捨てた。そんなに簡単に人は大切なものを捨てられるのだろうか。
はい、本間です。溝口先生。そうですか。手を引かれますか。いや、依頼人が手を引けって言うならそれはまあ仕方ないですから。先生にはいろいろとご協力いただきましたが。いえいえ。でもね、その関根さんみたいにお金で苦労した子が給料ももらわずに消えたってのがもう嫌な感じだな。私ね、あの子の関根さんの言った言葉で忘れられない言葉があるんですよ。私なんでこんな大きな借金を作ったのかやっぱりよくわからないの。私はただ幸せになりたかっただけなのに。幸せになりたかっただけ。ちょっと風向きが変われば彼女に起こったことはここいらにいる誰の身にも起こりうることだった。整列。よしが二人一組が捜査の基本だな。で犬の行方を探すわけだが。ボケだよ、ゆかりさん。名前はボケ。とぼけた名前だな、サトル。よし、ハンマケ。引き込み班、足取り班、引き込み班、いいか。はいはいはい。よし、常に相棒と行動しろよ。知恵を出し合え。では諸君、ボケの捜索開始だ。出動。冷たいのくれ、喉が渇いた。千鶴子さんが亡くなってもう半年だよな。ああ。具合はどうだい。何がだ。一家にもバカな連中がいるもんだ。お前が拳銃の前に飛び出したのは相棒をかばったからでも勇敢なわけでもない。ただ全部終わらせたかっただけなんじゃねえかってな。奥さんが交通事故で亡くなって3ヶ月目だった。小さい子供を抱えてポンちゃんかなり参ってたからってよ。俺は言ったね。ふざけんじゃねえ。ポンちゃんはバカで間抜けなだけだ。優しい相棒だ。何か分かったら逐一知らせろ。俺も興味がある。これもデカの本能ってやつだ。例の一つも言えねえか。翔子ちゃん覚えてるわよ。この子でしょ。あら、さすが刑事さん、もう持ってるんだ。常連さんに信州旅行に連れてってもらった時の写真。あの頃はさ、株屋さんも景気が良くてさ、大豪遊。気に入ってるのこれ。みんないい笑顔でしょ。優勝杯っていう感じ全然しないの。ちょっとよく見てよ。関根さん友達はいませんでしたか。女友達。例えば。綺麗な子。うん、初めて見た。そうですか。翔子ちゃんね、友達はいなかったと思うわ。栃木の田舎にお母さんが一人いただけ。寂しい子だった。そのお母さんも
翔子ちゃんがこの店を辞めるちょっと前に階段から落ちて亡くなっちゃって。翔子さん2年前の3月に給料も受け取らずに消えていますよね。ほら、さすがよくご存知で。失踪届は出せなかったんですか。私があの子の浮き草家業よ。私が失踪したって誰が探してくれるっての。誰も気にしない。気にしたって1円にもならない。俺は気にします。どうして。消えたのは人間ですから。人間人間。本物の関根翔子の足取りの方は、とりあえず住民票を追っかけた。本物が宇都宮の実家から最初に住民票を移したのが東京江戸川区の火災通商社員だ。9年前高校出てすぐの18歳の4月、その社員寮から次に住民票を移したのが墨田区錦糸町キャッスルマンション102号室。ああ、21歳、7年前、夢の一人暮らしのスタート。タガが外れちまったんだな。小さい頃父親と死に別れ、今度は母親とも離れて暮らすようになってうるさく言う人間もいない。あっという間にカードローンとサラ金地獄。その後は水商売に沈み自己破産した。そして3年前には母親も死亡。これからどうするよ、ポンちゃん。宇都宮に行ってみようと思う。関根翔子の故郷か。ああ、故郷に行けばこの女との成り変わった女との接点が見つかるんじゃないかと思ってな。関根敏子さん、翔子ちゃんのお母さん。もちろん知ってましたよ、ご近所だもの。旦那さんを早くに亡くして女で一つで翔子ちゃん育てて、そりゃ苦労してましたよ。関根さんってあれか、東京から借金取りのヤクザが来て大騒ぎになってパトカー呼んだっていう。あ、そう、それ挙句に翔子ちゃんのお母さん飲みに行った駅前のビルの非常階段から足踏み外しちゃって。新聞にも大きく載りましたよ、非常階段から転落死。でも保険金のことは載ってなかったみたいだよ。マスター、保険金って。いえね、翔子ちゃんの借金騒ぎがあったもんだから嫌な噂が立ったんですよ。もしかして翔子ちゃんが保険金目当てにお母さん。8000万とか1億とかとにかくブラボーな大金が入ったらしくて、それで、借金をきれいに。200万ですよ。翔子さんはそれを受け取るのもためらってた。借金は自己破産をして、その時はもうありませんでした。そう、どうし、あった。田舎ってみんな親戚みたいなもんでしょ。噂話もいろいろ気にしないでください。お母さん自殺じゃないかって人もあったんですから。自殺。ええ、駅前のビルの非常階段見ながらよく言ってたそうですよ。ここから落ちたら死ねるねって。この女性ご存知ありませんか。わかんねえな。でも女性といえば翔子ちゃんのお母さんが階段から落ちた時に救急車を呼んだのが
若い女性だったそうだね。若い女性。なぜ俺をつけ回す？お前こそ誰だよ。なんでしーちゃんのこと嗅ぎ回ってんだよ。しーちゃん？お詫びの印です。ありがとう。本田君。はい。翔子さんと幼なじみだったっていうのは？幼稚園から高校までずっと同じクラスでした。しーちゃんが、翔子さんが東京に出てからはもう全然連絡取れてなかったんですけど、でも3年前しーちゃんのおふくろさん、翔子さんのおふくろさんが階段から落ちて亡くなって。しーちゃんでいいよ。でおふくろさんの葬式と四十九日の法要の時に久しぶりにしーちゃんに会いました。その時に住所教えてもらって、年明けてちょっとしてから俺埼玉の川口のしーちゃんのアパートを訪ねてみたんです。でももうしーちゃんいなくて、その時おっかない大家さん出てきて、うん、そしたら今日しーちゃんのことを訪ね回ってる男がいるって聞いて、また取り立て屋かと思って。それで俺の後を。いや、まさか刑事さんだったなんて。本間さん、しーちゃん何か事件に？翔子さんの同級生にこんな女性はいなかった。こんな美人いませんよ。初めて見ます。翔子さんのお母さんが亡くなった時に救急車を呼んだ若い女性って知らないかな？それならよく知ってますよ。僕の妻です。妻の郁美です。本当に主人が申し訳ないことを。いえ。じゃあどうぞ。うん。あ、椅子の方がいいですよね。ありがとう。関根翔子さんのお母さんが階段から落ちた時にあなたが救急車を？はい、偶然通りかかったんです。それですぐ救急車を。その縁でしーちゃんのおふくろさんの葬式にも参列してくれて、その葬式で俺たち知り合ったんです。なれ初めなんだ。変でしょ、いい年してしーちゃんなんて。翔子さん主人の初恋の人らしくって。小学校の頃だよ。いや、小学校の時俺としーちゃん文鳥の世話係だったんです。ピッピーって言った。ピッピーピッピー。しーちゃんすごく真面目に世話してて、ああ見えて責任感あるんですよ、不器用なぐらいに。久々に帰ってきたらしーちゃん髪赤くって、いかにも水商売って感じだった。黒に染め直す時間がなかったって悔やんでました。借金のことは知れ渡ってたから肩身が狭いって。葬式の時に何かおかしなことはありませんでしたか？不
不審な人物が入り込んでいたとか。いやー、田舎ですから知った顔ばかりでした。でも四十九日の法要の時に、ねえ、ほら、たまちゃん、ああ、見慣れない女がうろついてたってあれか。いやー、関係ないですよ、サングラスしてたってだけで。田舎じゃサングラスだけで目につくし、人の口にも上るんですよ。ほんと窮屈ですよ。ねえ、本間さん、これからどちらに？もしよかったら、たもちゃんを道案内に使ってください。おう、いくみ、それナイス。いや、しかし、もうすぐ父親になる人の心にいつまでも初恋の人がいるのってどうなのかなって。ま、そういうんじゃないって、いくみ。分かってる。女の人が急にいなくなると男の人ってダメですよね。いくみ、だから誤解だって。しーちゃんのおふくろさんが飲みに来ていた田川です。酔っているのにこんな階段を。警察は消極的な自殺じゃないかって疑ってました。一瞬魔が差す、そういうことあるよ。え、しーちゃんは翔子さんは他に何か言ってなかったから。ああ、四十九日の法要の時、おふくろさんの保険金で墓建てて、そこに両親のお骨を入れたいって言ってました。両親の墓。本間さん、しーちゃんヤバいことになってるんですよね。なんで警察がちゃんと捜査してくれないんですか。やっぱりあれですか、もししーちゃんが殺されていたとしても死体がないと捜査してくれないんですか。奥さん大事にしろよ。悪かった。反省してるよ。はい、弊社の墓所見学ツアーパンフレットでございます。墓所見学ツアーというのは。はい、墓所のご購入をご検討くださるお客様をチャーターしたバスにお乗せして現地を見ていただくツアーでございます。お弁当と記念撮影がついております。記念撮影。はい、1989年の11月25日から現在までの記念撮影の写真見せていただけませんか。お待たせしました。ああ、すいません。何か事件なんでしょうか。
刑事さん。個人的な人探しです。弊社も経営がこのところ若干厳しくなってきておりまして、もし墓所をご購入のご予定などございましたら、ぜひ。二人の証拠が並んでいた。とうとう見つけたな。ああ。赤岡うじいさんばあさんばかりのツアーに若い女はそうはいない。自然に友達になり、女は関根祥子を成り代わり相手に見染めた。違うんだ。違う？日付を見てくれ。1990年2月18日、3月17日、ツアーの日から関根祥子が姿を消すまで27日間か。成り代わりにはちょっと短いな。俺もそう思う。彼女はもっと前から何らかの方法で関根祥子に目をつけていた。リサーチを終え、近づくためにツアーに参加、仕上げに入った。で、肝心の女の名前と身元は？不明だ。ツアーの名簿は破棄されていた。なんだよ。デカの顔に戻ってきたな。よしてくれ。日帰りでもサトルには無理だったみたいなんだ。サトルは口実にするんじゃねえよ。デカに戻る気がないなら、なんで女を追っかけてる？女はどうして関根祥子に成り代わったんだと思う？動機だよ。200万円の保険金目当てなら金だけ奪えばいい。名前や戸籍まで乗っ取る必要はね。欲しかったのは戸籍だ。親兄弟との縁の薄い、天涯孤独な、社会の片隅でひっそりと生きているような女の戸籍。女が戸籍を欲しがったのは何でだ？わからない。ただ冷静で緻密で大胆だ。美人で頭もいい。なのに別人にならなければ生きていけないような過酷な境遇にいた。そんな気がする。惚れたかい？お確かめください。あのポラロイド写真をできるだけ引き伸ばしますと、どないしてもこうなるんですよ。あ、いえ、クレームとかじゃなくて、この球場の照明と、なんで外を向いてるんだろうと思いまして。え？この家、球場の中に建ってると違うかな。中に？そんなバカな、そんな球場ないでしょ。ありますよ、ナンバーの大阪球場なら。日本で唯一球場の中に家が建ってるんですわ。ほんま大阪は決対なとこや。ほな。あ、ちょっともう少し詳しく教えてください。大阪球場？ほら、南海ホークスがダイエーに買収されて福岡に行ったでしょ。その南海ホークスのホームグラウンドが大阪球場だったんですが、けどチームがなくなって球場の使い道もなくなってしまうで、それで住宅展示場を誘致して。球場の中に住宅展示場？サトル、お父さん明日大阪に行ってこようと思うんだ。え？明日は日帰り無理みたいだ。
明日おばあちゃんのところに泊まってくれ。いいな。おばあちゃんにはさっき電話しといた。お前に会うの楽しみにしてたぞ、おばあちゃん。ボケは？ボケ？お父さん、一緒に探すって約束してくれたじゃないか。俺が？いつ？悟、嘘は良くないぞ。嘘じゃないもん。嘘じゃないもん。お父さん約束したもん。ごめんな。お父さん約束したかもしれないな。でも明日はお仕事だから。嘘だ。お父さん休み中じゃないか。子供は嘘ついちゃダメだよ。大人は嘘ついていいの？とにかく明日はばあちゃん家だ。父さんは僕は邪魔なんだ。バカなこと言うんじゃない！確かにこちらは3年前の住宅泊で当社が出店しましたモデルハウスです。何か？この制服はあなたのニューシティ住宅の？あ、本当ですね。その OL 2人知りませんか？当社の社員ではありませんね。多分三芝建設のグループ会社の方ではないかと。三芝建設？ええ、うちの親会社です。この制服のデザインはグループ会社共通ですから。申し訳ございませんが、社員の身元に関するお問い合わせにはお答えいたしかねるということでございます。しかしですね。失礼します。はい、今あかんて。お客さん来てあるから。あ、申し訳ございません。今帰れはった。え、メルトンパーティー行く行く。格付けなんてもう出えへんよ。めっさ工事止まってるし、銀行も青なってんねんて。なんかな、全然お金がないらしいよ。うちも予算もみんな。もう。ローズレイン。パンティーとかブラジャーとか下着のカタログ販売の会社。すいません、このローズレインという会社どこにありますか？ちょっとごめん。ローズレインでございますか？ええ、当ビル19階がローズレインでございますが。
もっと前から何らかの方法で関根祥子に目をつけていた。親兄弟との縁が薄い、天涯孤独で社会の片隅でひっそりと生きている女。アンケートで探した。あ、お待たせしました。管理課課長さんの片瀬と申します。どうも。警視庁から大阪へ捜査でお越しとのことですが、一体どういう。最初に謝ります。実は捜査ではありません。現段階では。は？人を探しています。この女性です。彼女はここにローズレインに勤めていた。そうですね。京子は無事なんでしょうか。さっき彼女のことを無事かと聞いたのはどうしてですか。消えてしまったんです、3年前に突然。何から話せばいいのか。新庄京子。京子はうちに4年前の4月から次の年の12月まで2年近く勤務していました。失礼ですが、あなたと新庄京子さんのご関係は。この写真見たことありますか。はい、京子のお気に入りでした。詳しく教えていただけますか。3年前に大阪球場で三芝グループ全体の新人研修会がありました。その時に住宅泊でこの家を見て、同僚のポラロイドを借りて撮影したそうです。一目惚れしたって。こんな家に住むのが夢だってよく言ってました。あなたとは将来を誓った仲だった。僕はそのつもりでした。それなのに僕にも相談せずにいきなり会社を辞めてしまって、連絡も取れなくなってしまったんです。京子さんの仕事内容について伺いたいんですが。彼女はこのアンケートを集計する係でしたか。いいえ、違います。違う。ええ、アンケートは顧客の戦略情報ですから、営業部がコンピューターで一括管理しています。京子は一般事務で総務部の所属です。じゃあ京子さんはそのアンケートハガキを見ることは。絶対にできません。新庄京子の戸籍謄だな。生まれは。ああ、よし、任しとけ。そっちはこれからどうする。うん、これから東京に戻って悟を迎えに行くよ。残念ね、今夜は悟ちゃんと一緒に寝ようって楽しみにしてたのに。すいません、お母さん。本当よ、俊介さん、もっとシュートを利用してちょうだいよ。一人で背負い込まないで。サトルちゃん不安なんじゃないかしら。千鶴子が急に交通事故で亡くなって、お父さんは仕事で大怪我をして、でもだからって私はあなたに刑事を辞めろなんて言わないし、千鶴子だって言わないと思うのよ。
あの子はあなたを誇りにしてた。ごめんなさいね、余計なおしゃべり。背負い込まないでね、俊介さん。もっと利用してちょうだい。今日は何してた？おばあちゃんのとこ泊まりたかったか。ボケ早く見つかるといいな。今度一緒に探そう。な。新城京子、1966年5月10日福島県郡山市の生まれ。昭和62年1987年6月三重県伊勢市倉田康氏と結婚。結婚してたのか。なあ、今から5年前ローズレインに勤める前だ。同年9月離婚。たった3ヶ月で結婚生活は終わりを告げた。果たして何があったのやら。そこから半年は謎。翌年4月ローズレインに勤務。片瀬って男と新たな恋に落ち、2年後に男を残してとんずら。なあ、ゆかり、前から言おうとは思っていたんだがな。何だ？その芝居がかった喋り、なんとかならないのか。あ？三重県伊勢市、たった3ヶ月の結婚か。突っ込むか。なあ、サトルはどうする？まあもうちょっと待て。非番になったら俺が三重まで行ってみる。いや、一緒に連れてく。あ？子連れで聞き込みなんて聞いたこともねえぞ。ちょうど夏休みだしな。早いな、新幹線。うん、すごいスピード。お母さん死んでから初めてだな、旅行。うん。なあ、サトル。何？お父さん昔な、こんな風にあちこち飛び回ってた時があったんだ。遅くまで帰れない時もあったし、全然帰れない時もあった。知ってるよ、お母さんお仕事だから仕方ないって。怪我が治ったらまたそうなるかもしれない。そうなったらお前には今よりもっと寂しい思いをさせると思う。我慢できるか？すいません。はい、いらっしゃいませ。
倉田康さんいらっしゃいますか？倉田は私ですが。本間と言います。つかぬことをお伺いしますが、この女性ご存知ありませんか？京子。あなたが結婚されていた新城京子さんに間違いありませんね？郡山で京子はごく平凡で幸せな人生を歩いていました。崩壊のきっかけは京子の父親が組んだ住宅ローンだったそうです。京子が17歳の時に家族で夜逃げ、まず父親がサラ金に捕まってタコ部屋に押し込まれた。母親もその後捕まってヤクザの系列店で働かされた。京子だけは名古屋に逃れて、取り立て屋が現れるたびに転々と居場所を変えて逃げ回った。一狩さんです。僕が出会った時は伊勢の旅館で仲居を、僕が一方的に惚れて口説き落としました。借金のことはその時に聞きました。でもそれは京子の借金じゃない、父親の借金です。問題はないと思った。僕らは正式に結婚式を挙げた。でも入籍すると役場の戸籍に入籍先が載りますよね。取り立て屋がここまで来た。そうです。朝から拡声器で金を返せと叫ぶ、店に押しかけて窓を割る、借金を踏み倒したと得意先に触れて回る、電話は四六時中。おふくろは倒れて僕らは追い詰められた。自己破産は申し立てができるのは借金の名義に京子の父親だけです。その父親は居場所すらわからない。でももし父親が死んでいれば相続放棄ができる。僕ら図書館に通いましたよ。コール死亡者広告。そうです。行き倒れの情報を京子と二人で毎日探しました。みんな経験はもう二度とごめんだ。お父さん死んでて、実の父親の死を祈りながら探す京子に、その時僕は恐れと嫌悪を感じて。京子、京子、自分の顔鏡で見てみろ。まるで鬼だ。それから僕らは全然うまくいかなくなって、たった3ヶ月で離婚しました。愛してたのに彼女を途方もなく傷つけた。京子が去って取り立て屋が来なくなって僕は本当にホッとした。生きた心地になった。卑怯にも生きた心地になった。その後京子さんがどこに身を寄せたかご存じないですか？あるいは身を寄せられそうな友人とか。一人だけいました。一狩さんの後名古屋に隠れていた頃に世話になったとかで。
別人にならなければ生きられない過酷な境遇。新城京子も地獄にいた。お支払いの方は現金。逃げ回ることに疲れ絶望した彼女は新城京子を捨てて関根祥子に成り代わる道を選んだ。その関根祥子も自己破産をしていたんだ。共食いだったってわけか。貨車の貨車貨車の今日は我が稼働をやりすぎて哀れ井槌へ巡りゆくらん。古い歌だ。終局集だったか。おいポンちゃん、これからどうするんだ。名古屋に行ってみる。新城京子の友人がいるらしい。名前は須藤香織。はい、お待たせ。ありがとうございます。刑事も人の親なんだ。マスター。はい。その子の分私につけといて。はい。すいません。いいの。京子ね、三重のお坊ちゃん家から追い出された後とうとうサラ金に捕まったの。ヤクザに売られて体で稼がされた。このままじゃ殺される。命がけで逃げ出してうちに来たの。4年前の2月だったかな。かくまうって言ったんだけど迷惑がかかるからって。今は彼女から連絡はないから心配してんの。だから休職中の刑事さんの事情聴取にも応じてるわけ。最後に連絡があったのは3年前の11月19日。私の誕生日だからよく覚えてんだけどね。京子が家に来たの。ブルブル震えてひどい熱出して。何があったの？右手にやけどしてた。京子、大丈夫？やけど多分取り立て屋にやられたんだと思う。すぐに病院に連れてった。1週間入院したわ。次の年の正月、松の内が明けた頃にお礼に来てくれたの。でもその別れ際にね。マスター、コーヒーおかわり。はい。別れ際に何ですか？いつもはまた来ますって言うのに、その時だけさようならって言ったの。それが最後だった。唯一の友人にさようならと告げたその1ヶ月後、新城京子は墓地のツアーに参加、関根祥子に接触してる。さらに1ヶ月後、関根祥子に成り代わった。疑問は2つ。その1、営業部がコンピューターで一括管理をしていたアンケート情報を新城京子はどうやって調べたのか。コンピューターか、得意じゃねえんだよな俺は。その2、新城京子が負ったやけどは何なのか。やけど3年前の11月19日か。取り立て屋の仕業じゃねえのか。引っかかるんだよ。何か見落としてる気がする。物証はない、死体もない、
行方不明の女と成り代わった女がいるだけだ。捜査本部も立たねえ山に日本全国駆け回って突っ込んでく。まあ分かってるさ、個人的な人探しだろ。そいつに付き合ってるお前もどうかしてる。俺たちは惚れたんだよ、新庄京子に。でか根性さ。特にお前はベタ惚れだ。はい、もしもし。大変です。しーちゃんが上京するときに東京に持ってった卒業アルバムが妙なところから出てきて、しーちゃんやっぱり殺されてます。トラちゃん落ち着いて。とにかく電話じゃあれなんで、俺明日東京に行きます。いいよな、イクミ。本間さん会って話させてもらっていいですか。幼稚園、小学校、中学校、しーちゃんの卒業アルバムです。俺本間さんと会った後に幼なじみや同級生にしーちゃんのことを尋ね回ったんです。そしたら同級生の一人家に、一昨年の花祭りの頃。一昨年の花祭りというと1990年の4月の初め頃です。成り代わってすぐだ。花祭りの頃にこの4冊の卒業アルバムがしーちゃんの名前で同級生に送られてきて、ワープロ書きの手紙が。突然のお便りをお許しください。卒業アルバムをしばらくの間預かっていただけないでしょうか。私は今幸せとは言えない状況で、幸せだった頃のアルバムを見るのが辛いのです。これはしーちゃんが書いたんじゃないんです。こんな文章絶対しーちゃんじゃない。この子ん家に送られてきたんです。そしたら俺嫌なことを思い出しちゃって。文鳥の世話係をしていた時にピッピって名前の文鳥が死んで、俺たち小学校の校庭にピッピの墓を。もし私が死んだらピッピと一緒にここに埋めて。同じことをおふくろさんの葬式の夜にも。私が死んだらピッピのそばに埋めてほしいな。しーちゃん、急話になんなよ。でもね、これで私も正真正銘の一人ぼっちだよ。俺がいるだろう。故郷もある。帰ってこいよ。帰れない。今さら私帰れない。俺しーちゃんを殺したやつのことを考えたんです。卒業アルバムなんて焼き捨てればいいのに、同級生のところに送ってきた。しーちゃんがもしそいつにピッピのことを話していたら、そいつはあの校庭にピッピのそばにしーちゃんを埋めて、せめてもの罪滅ぼしに。おいおい、まさかだろ。俺あの校庭掘り返してみます。無茶言うなよ、落ち着けって。けどしーちゃんの死体が見つかったら警察は捜査してくれますよね。捜査してくれますよね、本間さん。なんの野郎、校庭を掘り返すたって一人でどうするだ。まったく。ああ、チキショメ、犯罪なのはほとんど確かなのによ。物証さえあれやな、そうすりゃ堂々と動けるんだ。おっ、なんだ。
労様です。すいません、本間さん。大変ですね。まったくですよ。会議士の宮さんが帳簿捨てて引っ越しちゃったもんだから、もう量があって大変。帳簿って燃やしてもいいもんなんですか？保存義務の期間過ぎてるそうで、それに今は何でもパソコンだから、入力したら原本はいらないとか。入力したら原本はいらない、保存義務期間。からくりが分かった。前にも申し上げたように、アンケート情報はコンピューターの中ですし、管理は営業部で。すいませんけど、職場でこういう話は。お尋ねしたいのは、アンケートをコンピューターに入力した後のハガキの行方です。すぐに廃棄処分されますか？入力済みのハガキですか？いえ、保存義務期間があるので1ヶ月間倉庫に。廃棄は1ヶ月後です。その倉庫の鍵は誰が？僕ですけど。ビンゴ。ビンゴ、何ですか？倉庫の中の廃棄待ちのハガキ、新城京子さんに渡したことありますよね？失礼、仕事がありますので。答えてください。ローズレインは19階ですよ。廃棄待ちのハガキ、新城京子さんに渡したことは。答える必要ないでしょう。社内的にはゴミのようなもんだ。渡したんだな。屋上まで行くかい？付き合うぜ、こいつも俺も。京子はパソコンの資格試験が受けたい、ブラインドタッチの練習がしたいから、練習用に廃棄する書類を回してほしいって。その中にアンケートハガキもあった。入力済みのハガキです。問題はありません。情報の漏洩だ。問題は終わりだろうが。新庄さんに渡したハガキ見せてもらえますか？けどもう廃棄されてますし。データはコンピューターに残っているはずです。けどデータの管理は営業部ですから。今うちうちに営業部に掛け合うか、正式に捜査令状を取って家宅捜索を受けるか、どっちがいいですか？川口市新橋スナック勤務。これで標的を定めた。標的。右手に火傷をしてた。ガソリンですよ。それで拭くと換気扇の汚れがきれいに落ちるからって。おい、標的は関根翔子じゃなかったってどういう意味だよ。俺たちはそこを目指して追っかけてきたんじゃねえのかよ。新庄京子はローズレインのアンケートから標的を選んだ。成り代われそうな標的を。第一候補、第二候補、第三候補。候補？何人も標的をピックアップしていたとしたら。あ、それで。やけどだよ。3年前の11月19日、新庄京子は第一候補者の親族を襲った。第一候補者を完全に孤立させるためにガソリンで放火。自分も右手に火傷を負い1週間入院した。結局その殺害は失敗した。そんな時関根翔子の母親の転落死が新聞に載った。
新庄京子は標的を第二候補関根翔子に変更したんだ。ちょっと待ってくれ、頭を整理させろ。新庄京子は関根翔子を狙う前に別の誰か、その誰かの身内を襲ったっていうんだな。ああ20代の若い女性、一人暮らし、親族との縁の薄い、戸籍の買いやすそうな、社会との関わりの弱い、闇に葬りやすい標的。関根翔子の仮面を捨てた今、新庄京子は以前の標的に舞い戻るかもしれない。あ、東さんのお宅ですか。つかぬことを伺いますが、3年前に身内の方が火事に遭われてませんかね。ええ、遭われてない。失礼しました。あ、いやいや、保険の調査をしているものでして、すいません。あ、もしもし、小畑さんのお宅でしょうか。あ、もしもし、ローズレインというカタログ販売の会社のアンケートの方に答えられてますよね。はい、3年前にですね、身内の誰かが火事に遭われたというようなこと。そうですか、失礼しました。お父さんから電話があったわよ。東京に着いたんだけど今夜は徹夜になりそうなんだって。だからこのままおばあちゃんと一緒に泊まってね、サトルちゃん。はい。わ、元気なお返事。お父さんと約束したんだ、お父さんが頑張ってる時は僕も頑張るって。あ、そうそうね、頑張ろうね。え、3年前にお姉さんが火事で渋滞に。ビンゴか。お姉さんが住んでいたアパートが3年前の11月19日に放火にあった。ビンゴだ。失礼ですが、現在もあなたは一人暮らしですか。今もフリーアルバイターで。ご両親はすでに亡くなられていますよね。あ、ちょっと切らないでください。これは非常に重要なことなんです。警視庁捜査一課に電話して我々の身元照会をしてください。一課刑事碇貞夫と本間俊介。照会が済みましたら今から言う番号に電話をかけてください。ええ、私の本間の自宅です。姉はその放火事件で意識不明の重体となってずっと病院に。犯人は今も捕まっていません。お姉さんは今、去年の夏意識が戻らないまま亡くなりました。最近あなたに新しい友達はできませんでしたか。新しい友達。ええ、友達、知人、顔見知り、いや道を尋ねられたのでもいい。こんな女性があなたに接触してきませんでしたか。顔は知りません。顔は、声だけしか。5日ほど前に姉の友達だったという女性から電話をいただきました。姉が亡くなったことを最近したらしくて、お墓参りがしたいから案内してほしいって。会う約束を。会うのはいつですか。今週の土曜に銀座で。その女性なんて名乗りました。新庄京子さんです。
足だいぶ良さそうですね。え？忘れてた。2年前の3月末、桜が咲いた頃にここで小学校の事務員さんが妙な女に会ってました。モデルみたいに背の高い綺麗な女で、その女が事務員さんに尋ねたそうです。昔友達がこの小学校に通っていた、その子は文鳥の世話係をしていて、文鳥が死んだ時に幼馴染の男の子と一緒に校庭に墓を作った。その墓どこにありますかって事務員さんは分かりませんと答えたそうです。でも事務員さん、なんとなく気になって、そのお友達を今どうしていますかって聞いたら、そしたら新庄京子は何て答えた？友達は亡くなりましたって。いよいよ実物とご対面か。新庄京子が来たらなんて声かける？さあな。待って、しーちゃん、しーちゃん、しーちゃん、
ちゃん、じいちゃん、じいちゃん、間違いない彼女だった。苦悩の色も孤独の影もそこからは伺うことができなかった。彼女は美しかった。彼女の後ろ姿は小さく華奢だった。やっと探し当てた。やっとたどり着いた。新城京子さんですね。あなたの話を聞かせてください。あなたが逃げ惑い隠れ暮らす生活の中で積み上げてきた話を。あなたが一人で抱えてきた話を。警視庁捜査一課刑事本間俊介です。よしよしよし、ボケー。